それはこの辺りに住まいいたす者、かの戦いより行くとせ、間もなく命果てようとするおいぼれ。して、そのわしに何か用か。これは懐柔として次の戦いを控えたるもの。あなたに勝ち負けの訳を請いたい。いやいや、訳などいらぬ。汝の敵を知り、そして殺せ。私は本当の敵を探して旅をしていた。怪獣決戦。その戦いでは本当の敵と戦わなければならぬ。なければ戦いの勝ち負けも感動も意味をなさぬ。はじめは小さな世界を探した。さらに大きな世界があった。まだ敵は見えぬ。世界はあるとき、また小さな世界とつながった。時には虚ろな鏡の中の世界を越え、出たり入ったりもした。見えぬ敵は見えぬ。虚ろな光の世界の中にも入った。パラレルワールドも時の流れと連なりをも越えて探して回った。しかしその果てにようやくわしたちは巡り合い、怪獣決戦の敵として対峙したのだ。さあ、今回の怪獣決戦もいよいよ大詰めとなってまいりました。
しかしやや一方的な戦いとなりましたでしょうか。赤右アッパーから左ストレート決まった。緑またやられるがまま、開始からこのように緑が赤にやられ続けるというような展開が続いておりますが、このあたりどのようにお考えですか、解説さん。はい、コメントなしということで、さまざまな世界で中継されギャンブルも盛んに行われているわけですが、オッズの方もかなり差があるようですね。さあ赤突っ込んでいく、避けて、これも決まった。緑かなりダメージの方も溜まってきたでしょうか。こうなると観客としては赤の華麗な決め技を求めたくなりますよね、解説さん。さあ赤が緑の首根っこを掴んで引きずっていく。吠えた。手元にある情報によりますと、緑の怪獣は左アッパーが必殺技ということですが、これだけやられ続けているとそのチャンスもありません。この流れを変える何か変化、彼の中での変化が求められているのではないでしょうか。またキック、このまま変化がないとおそらく赤の圧勝ですね。赤の KO に導く決め技を見たいですね、解説さん。パンチ、さあ回り込んで蹴り上げた、空中でこれは決まったか。緑、これはかなり強烈な連続技が入りましたが、赤勝利を確信したか。背を向け歩き出す。緑はおっと、緑起き上がった。まだ戦うか、変化があったか。ここに来て緑赤のパンチを止めた。何か変化があったか。緑キックも受けた。何か少しずつ変化があるでしょうか。赤の服を受けた、ストレートも避ける、ここも避ける。踏ん張る緑、赤、これはビーム出るか、耐えられるか。緑なんと、緑ビームも耐えた。向かい合って睨み合う。次が最後の交戦となりそうな予感ですね、解説さんいかがでしょう。さあ2人かける、赤の右フック、避けて、なんと腕が生えた、止めた。しかし左があるぞ、これも腕が止めた。緑の必殺技、左アッパー出るか。その歓喜の声は勝負の感動の時をたたえた。
負けて散りゆくわしでさえも見よ、死たちがわしの命を今かと待って、何時の敵に挑め。